今回は東大阪市の平岡神社にやってきました。しかも神武天皇が過密岳にお手植えしたと。はい、そのなんていうか枝をから。そうそう、枝をここに御殿ができた時に挿し木したと。ありがたい木ですね。だから神武天皇お手植えからすれば2600年の歴史が。すごいですね。ああ、これが。どうぞ中へ行きますか。はい、平岡神社は白地元年に現在の山のふもとに鎮座したと伝えられています。また、元春日とも言われ、奈良の春日大社と縁が深い神社です。神後慶雲2年、三笠山に春日の狼と平岡の狼が降り立たれ、春日大社の御本殿は造営されました。その後、宝亀9年、この平岡の地に春日より竹三日槌の命祝い主の命の二柱をお迎えし、平岡神社も春日と同じ四殿となりました。去年ね、はい、五殿出来上がったばかりなんですよね、はい、光り輝いています。はい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 そしてここが、こちらが第一殿、はい、雨田小屋の御子様、向こうが姫神様、はい、でこの二殿を二足の神様をお迎えしてできたのが春日大社だから、はい、ここは元春日と言ってるわけですね、はい、そして平岡の神様と鹿島香取の神様をお迎えしてできたのが春日である、はいはい、四殿ある、はい、ここは二殿しかないから逆に春日から鹿島香取の神をお迎えして四殿、はい、春日と同じように四殿そろったわけですね、はい、うん、春日大社の御本殿の並びとこう、うん、逆なんですね。そうそう、ね、こちらね、うん、それはこちらから山に近い方から向こうも三笠山に近い方から鹿島香取、はい、こちらも山に近い方から鹿島香取とこうやってるですね、はい、それからね、何よりもね、春日大社でしたらヒノキとか杉とか針葉樹が多いわけですね、はい、落ち葉、落葉しない、はい、常に常緑である、はい、めでたいからね、はい、ところがここは違うんですね。私ここへ来た時びっくりしたんですよ。冬になったら落ち葉がどんどん落ちる。枝だけ落葉樹なんですね。そうなの。神社でこういう落葉樹を蹴ったなと思っとったんですね、うん、ところがその落葉樹、広葉樹が葉っぱが落ちて、うん、そして微生物が分解して、はい、いい土になるわけですね、うん、それが水を蓄えるわけですね、うん、だからここ生駒山の水源地なの。すごく綺麗なお水がね。そうそうなんですよ。さっきから本当に透明 で、うん、でこれが湧いてるんですもんね。そうそう、向こうからもね。でここも湧き、裏かも湧いて、でその分量が滝にあって落ちる、はい、で滝に打たれる人が多いんですね、うん、ご神水で打たれるわけですね。いいですね、うん、昨日私鹿島神宮でみそぎやったんですよ。えらいね、やってきました。へえ、はい、この寒い時にねやってきます。いや、ここで入れることを思い出せば持ってきたのになと思って。ああ、そう。はい、入ったのになと思って。せっかくなのに。だからここはご存知のように天の岩戸をね、はい、祭りと祝詞でもって祈りでもって開けられたのが雨の神の御子様ですからね、はい、だから言霊の神様であるし、はい、神事草原祭りを取り仕切った神様でもあるしね、うんうん、それから
天孫保室、はい、うん、皇室を守りすぐ神様でもあるしね、はい、あれですよね、駅から上がってきた時に、そう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 、あそこに書いてあるもんですよね。そうなんですよね、うん、今その言霊、祈りが大切なんですよね、うん、その目に見えないものを信じないという世の中ね、うん、そして各家庭には神棚が皆あって、うん、そして親が手を合わしとった、子供が自然に習って手を合わす、うん、そういう家庭環境は今なくなってるから、ね、普通 の、 日常の生活の中で道徳教育をしとったわけね、うん、それがなくなってるから特別に何か道徳教育せなあかんというふうになってしまってるわけね、うんうん、だからもう一度ね、見えないものに我々はつながって生かされているということをね、教えるために各家庭に神棚があって、うん、そして手を合わすそういう、ね、環境が必要ですわね。そうですね、でやっぱりね、次の時代を担っていくのは子供たちですからね。そうですよね、うん、そうね、来月春日若宮御祭りがありますけどね、はいはい、こちらも若宮様が、はい、拙者として鎮座してるわけですね、はい、で有名な春日若宮御祭りはこの雨の小屋の御子様のお子さんのお祭りだからね、はいはい、だから若宮御祭りは平岡の神様のとも関係あるからね。なるほど。だから私は毎年行って、はい、で雅楽やっとったから、はい、ね、雅楽を、はい、吹いたりね、はい、毎年行ってるんですけどね、はい、私一度もお祭り行ったことないんですよ。あ、そう。だから今年こそはと思ってるんですけど。今年はね、見れないんでしょ。コロナで一般の人、ね、受け付けないんですけどね、うん、それはね、他にない素晴らしい文化があるの、うん、若宮御祭はね、山のに祀られてる若宮様を榊で囲って、うん、で、豊畑湯に囲って、そしておーという形質をかけながらね、うん、そして雅楽の夜ですよね、音楽とともにその城庵の中をずっと、うん、仮御殿ね、専業される、専座されるね、うん、はい、それはもう厳かで恐ろしいぐらいのね、うん、昔の良さがあるんですね、はい、思わず若者がね、こう手を合わすぐらいね、うん、感動するわけですね、うん、それからその若宮の御殿で行われる芸能がね、性能、それがもう、ね、私も見たくて、うん、田楽製の猿がかありますし、はいはい、大和舞神楽とかね、はい、そう、日本の古典芸能がみんなそこで一堂に奉納するね、そう、だから芸術祭り、芸能祭りとも言われてね、うん、文化財になってるわけですね、はい、その言霊が今大切な時ですね、言葉や想念がみんな形になるということね、だからいい想念、いい言葉を大和言葉が今ね忘れられてるけども、そういう大和言葉というのをね、はい、子供たちに教えないといけないね。そうですね。光という言葉はね、はい、火は神様の御霊を火で表してるわけね、うん、はい、で、狩りはそこに神様が宿ってる、はい、美しい光を見て、ああ神様がいるわということで、火狩りという言葉が出てるわけね。なるほど、うん、それから神様の狩りの姿、光、そうそうですね、そう、うん、そう、そういうことですね。そうね、そうですね、そう、それから温泉に浸かる、湯に浸かるという湯というのは神聖な、うん、神様の前の庭は神聖な庭だから湯庭というでしょ、はい、それからお祓いをするときについてるのは湯と朝なんですね、はい、あれは神聖な神事に使うのね、はい、そうするとね、そういうのを組み合わせていくと太陽の恵みによって我々は生かされてるから、はい、生きとしも生けるものを生かされてるからね、朝出てくる太陽ね、朝神聖な神様の御霊ということで朝日と呼んで出会わせてきた、で下っていく太陽に対して今度は神聖な言葉を変えてね、言う、
神様の御霊は夕日と言って手を合わせてきたわけ。そうやってね、みんな大和言葉はものすごく、うん、そうなんですね、奥深いんですよね。そうそう、意味があるんですよね。そうそう、神様とつながってるわけね。こういう、こう日本語の一つ一つの大切さみたいなのを知っていくと、本当に日本人に生まれてよかったなって思いますよね。そうそうそう、そうなのね。みんな神様とつながってる、我々は神様とご先祖様とね、つながって生かされているということが自然にわかるわけなんですよね。そうですね。ところがもう幼少から英語ばっかし習わすと日本の文化わからないと、ねえ、嘆かわしくなっていくわけね。でも今ね、皆さん本当にコロナのこともあって、うん、こうどんどんあの日本、こうなんて言うんでしょう、海外とかに行けないから、うん、地元をこう回るみたいなことから、うん、こうね、あの、うん、氏神様に回ったりとか、あと近所のちょっとこう大きなお社に行ったりとかっていうことも始まってるので、うん、これを機になんかこう日本のね、もっといいところを皆さん発見していただければ嬉しいなって思いますよね。に日本の、ね、隅々まで神社やお寺がありますからね、はい、そこへ行けばみんな日本の古い文化が存在してますからね、うん、うん、日本の心を、うん、ね、学ぶことができますからね。そこのまた土地にある歴史、土地の食べ物とか、そうそうそう、そういうものをこう皆さんやっぱり好きになっていただいて、日本を元気に、そう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 、ね、物見えさんというと次元が低く捉えられてるんですけどね、うん、物というのは見えるもの、うん、そしてその奥に隠れてる見えないものも物というんですね、うん、物の毛姫といって霊的な不思議な存在を物の毛というでしょ、うん、だからそのね、見えないあの湯さんというのは山は神様のいらっしゃるところ、はい、で神様の山へ入って、そして見える木立や美しいせせらぎを見て、その奥に隠れてる神様を感じて楽しく遊ぶのが本来の物見湯さんなんです、うん、だから本来の物見湯さんね、もう全国にいろいろ素晴らしいところがあるからね、それをあの見えないものを感じ取るね。そうですね、うん、まあ、でもやっぱりこう自然を感じて自然の中にいると人間は絶対感じる力ありますよね。そうですよね。だからやっぱ自然の中に行けばあの密じゃないし、そうなの、そうなの、ね、もう人間もね、みんな自然の一部だからね、はい、自然を慈しみね、大事にしないとね、はい、それによって幸せが得られるということもね、うん、今あの自然、もう人間の幸せだけを考えて、もう我欲の塊になって、ね、山のようにね、欲が膨らんでる、うん、癌細胞的な世の中になってるからね、うん、それからね、あのそういうのを直していかないとね、うん、自然の中に神様が あの不思議な働きがあるんだ、土の中にも不思議な働きがあるんだということで、うん、神様の名前を付けて八百万の神がね、存在しているように、うん、そういう感性をね、養わないといけないね。いや、いろいろ本当にいいお話を聞かせていただいて、いやいやいや、ありがとうございます。相川さんはそういうことにものすごく長けてるから春日の時代からやね、素晴らしいなと思ったんだ。ありがとうございます。春日の時代には本当一度もお会いしたことがなくて、そうそう、この20年越しにお会いしているという、本当にありがとうございます。いやいや、神の神秘の動きや恵みを表している御霊の冬。御霊とは私たちの体の奥にある生命力そのものを言います。この力は遥か遠い先祖から受け継いできたものです。私たちが今見ている歴史もまた遠い先人から受け継いできた時の結晶です。神様からの御霊の冬と時の結晶を、今度は私たちが未来の人々の祖先として渡していく番なのかもしれません。